どうも皆さん、キミ F です。積みゲーを消化する様を実況動画として上げていこうということで、積みゲーを崩すキャスですね。ツイキャスの方だった、 YouTube の方の癖で言ってしまった。ゲームはとりあえずフリーゲームですね。アトランティッククライシスやっていきたいと思います。潜水艦を動かして、人を助けて敵を倒してのスコアアタックゲームでございますが、とりあえずちょっと待ってくださいね。今設定を忘れていた。まあやっていきましょう。アワー01ってことでウェーブみたいな感じですね。今助けた人を上からはしごが降りてくるので助けてスコアがもらえると、もしくは敵をこう撃ってスコアがもらえると。下のゲージがエアーで、たまに水面に出ないと消費される一方なんだよね。で、人を助けた数で、さっきのアワーっていうのが進んでいくんですが、まあ、とりあえずアワー09だったかな、まで一回行ってるのと、あと、スコアが4万点だったかな、行ったので、とりあえず5万点ぐらいは目指そうかな。敵を倒しても、スコアはもらえますね。別に海洋生物でも敵潜水艦でももらえるみたいです。昔スクーンでゲームがありましたね、ファミコンで。こんな感じで、まあ、スコアアタックというよりあれは横スクロールシューティングでしたけど。で、一応エクステンドが最初1万点で次2万5000点の時点でやったのは分かってるんですけど、ちなみに残機が右上に出てますね。なんかバラバラになるのかわいそうだけど、一応スコアのためだ。散ってくれ。これ待ったかな。あれ越前クラゲかな。危ね。エアがない。今みたいに上の方に出てこられるとね、こそこういうのが危ないので、真ん中辺に行った方が安全なんですが、まあそんなことやってたら人は助けられないしね。こういう風にたまに襲われてるんですよね。一応フレンドリーファイヤーっていうか助ける人はこちらの弾は当たらないみたいなんですけど、ただたまにビビって逃げるみたいなことをやってくることがあるので、あっとこれはあっぶねえ、あっぶねえよ。追いやられて画面外に行っちゃうこともあるんですよ。これサメかでかいな、よく考えたら。まあ、潜水艦は小さいけど。あ、危ない。人が来ないな。ちなみに1万点でエクステンドもらって3機になってますね。それは確認できてなかったから、よかった。2機が最大じゃないんだ。ああ、もう追いやられた。割と画面外まで弾が届きますね。結構弾をね、意識して避けられるような作りじゃないので、ギリギリ避けられるからぐらいですね、真ん中辺にいれば。ちなみにこのアワーっていうのが進んだら、危ないな。敵が全部消滅するのでその時点にいる。まあ狙ってやるのは難しいと思いますけど、緊急回避みたいな感じになってきますね。あとそれがあるんで、アワーが進んだ直後は敵が出ていないので、その間に息継ぎするっていうのも多分必須テクニックなんだと思います。今日治安悪いな。あんな3機で来るのなかなかなかったぞ、さっきやってた時。ちなみに当然ですけど、助けている最中に撃ち落とされたら人も助けたことにはなりませんね。ちゃんとはしごまで連れてってあげないと。あ、くそ
マッタにやられるとはな。まあ欲を吐いたの私が悪い。カスミコレとかあったけど無理か。帰ってきた。音楽がノリノリなんだよな。まあ敵潜水艦は前方にしか撃ってこないので後ろからこう撃つのがいいんだと思います。下に人がいるんだけどちょっと治安悪いな。クラゲが多い。危ない危ない。うおお。暇の時は敵を撃つぐらいしかやることないんですけど、でその間にスコアを貯めとけって話なんだと思うんですけど、肝心な時にエアーがなかったりするんですよ。この辺の兼ね合いがなかなかクソ。その辺を考えなくちゃいけないのはなかなかよくできてますね。はい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 。カスメ取って。危ない。あーくそ。息継ぎはさせてくれね。一応マンタが一番弱いんだと思うんですけどね。一発で落ちるし、ただちっちゃいから当てづらいっていうのがありますね。あと割と動きが早い。クラゲは下の方にしかいなかった。危ね。でもこれが動いたから前方の潜水艦が消滅しましたけど、弾撃ってましたねあいつ。2万5000点でまた一気アップしましたね。はい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 。危ない。ああもう人もどっか行っちゃったし。見えてたんだけどな、来てたのは。クラゲがいっぱいいるからスコア稼いでおきたいんだが、ちなみにエアーの隣にいる人の形が多分救出すべき人の人数だと思うんですけど、このアワーの間に。わお。ずっと追いやられてるな、サメに。危ない。はい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 。ああ。エアーが微妙に足りるのだよな。だ基本的に水面の方に人は来ないんでね。かつ水面の方に敵潜水艦が来ることはあるので、それは危ないんですよね。危ない。くそ、ビビらせやがって。うわー、なんだこのサメの、このサメの、一人助けられなかった。わーお。うわ、あれ、一キャップしてたか。どっかで一キャップしたのかな。3万5000点かな。気づかなかった。
こう端っこに出ないでほしいんですよね。今の右端から潜水艦が来てたらアウトですからね。潜水艦じゃなくても魚でもアウトですけど、息継ぎもさせてくれね。あーと端っこに出す、やべ息が、あーくそ、あーおあーおって言っちゃったよ。こんな感じのゲームですね。もう一周やるかな。じゃあ4万じゃないな、1、10、100、1000、まあ、10万か、41万5000点までいったから45万点とか戻すかな、ね、戻すかなって目指すかな。ダメだ、もう口も回ってない。ちなみに、この辺で、あーどうもよいこさん、あーお久しぶりです。はい、これなかなかね面白いんですよ、スコアアタックゲームとして。一応ここになんかストーリーみたいなのが書いてあったりとか、ルールが書いてあったりしますね。で、この方たちが作ってらっしゃるということで、じゃあ45万点ぐらい目指すかな。多分終わりはないと思うので、昔スクーンっていうのがあったんですよ、ファミコンで。さっきも見ましたけど、それに似てますね。あれは普通の横スクロールシューティングでしたけど、こんな感じで人を助けて潜水艦を動かしてっていうストーリーだったんですよね。危ない、治安悪いな今日本当に。考えることが複数あって、それがいい塩梅で組み合わさってるのはいいですね。敵を倒さなくちゃいけない、人を救わなくちゃいけない、人を救うには上に行かなくちゃいけない、で自分も息を継がなきゃいけないけど、ずっと上にいるわけにもいかない。人は敵に追いやられてる時もあるし、端っこ怖いんだよな、向こうから敵が出てきそうで。あっぶねえな、ゴー。ああ、そんなことやってると息が持たないんですよね。うわ、追いやられてる。で助けるとちょっと戻ってきてくれるのがありがたいですね。さっき試しに何とかやったときは、あの追いかけられてるやつをかすめ取るっていうのを普通にできてたんだけど、できなくなってるのはもう疲れかな、これはただの。エクステン、危ねえ、キャップしましたね。とりあえず1万点と2万5000点は確実だから、そこまでは、まあ、頑張って貯めるか、スコアを貯めるためにも。次なんだろう、3万5000点かな。でも数が合わないから勘違いだったのかな、さっきのは。
あれ3機全部倒したらボーナスがもらえるのかな。試したことないな。うわっ調子に乗った。ダメだな、調子に乗っちゃいかん。あんまりなんか何もやってないサメを撃つのもかわいそうな気がしますけどね。バラバラになる表現があるからなおさら。ああ。これマンタだよな。マンタってクソ。マンタが悪役って珍しいな。確かにエイだから凶暴な魚ではあると思うんですけど。でも大体美しい魚扱いされてますからね。まあ、それもそうなんですけど。まあ、そんなこと言ったらサメだって美しい魚ですからね。今のちょっと調子に乗ってたな。あ、ハウズ、おー、よく避けた俺。よく避けたぞ今のは。シュモクザメなんかね、割とおとなしいらしくて、かつ結構レアだっていう話。ああ。シュモクザメを見る楽しみにするダイバーがいるみたいな話聞きますからね。なんか今日2万5000点が遠いな。危ない。あっと、あ、ここで大丈夫なんだ。これフリーゲームなんで、興味あったらゲームジョルトっていうサイトで撮りましたね、私は。アトランティッククライシスか、タイトルは。あ、2人助けられるのかな。今確認すればよかった。まあいいや。下にいるのは見えてるんだが、まあ無理して2人助けるよりは1人ずつでいいか。助けられんかった時のダメージがでかいからな、こっちの。あぶね。特に2機落としても何もなかったからボーナスもないのかな。あと これが前はよくできてたんですけどね。前はっていうかテストプレイした時だから大した前じゃないんですけど。あといじめるな。あとね、このマンタも意外と早いから危ないんですよね。行き過ぎしとこう。危ねえ。これがあるんですよ。なんか若干平和なのが怖いな。あぶね。平和すぎると逆に怖い。なんだっけな、僕は平和が怖い、死ぬほど怖い、地獄を隠しているような気がするみたいなセリフがなんかの映画にあった気がする。韓国映画だったかな。連れてかれてしまった向こうに。おいでおいで、よしよしよし。やめろ、よし。
あーっと、避ける必要なかった今。あれで死んだら情けないですから、ね、待って、あ、帰ってきた。たまに追いかけられてる音がするから、多分こっちの画面に入ってくる前に追い立てられてるダイバーが結構いるんだろうな。あと勝手にダイバーって言ってるけど、ダイバーなのかな、あの人たち。あー、うおっと、危ねえ。そうだ、一番上は安全だってさっき分かったんだ、ああいう場合は。あんまり最低に言うとね、息継ぎが間に合わない時があるんだ。あー、まあいいや。人が来ないなって時は大体こうやって追いやられてるのかな、こっちが気づかない間に。なんだろう、ボタンを押してないのに指に力入れてるからか、なんか腱鞘炎になりそうな痛みがあるな。パワー休暇、一応このツイキャスでやり始める前もここまでは来てるんで、ね、だからアワー10に行くっていうのを目的にするもん、ね、今危ない、潜水艦の向き間違えてた。ちょっと怖くなってきたな、追いかけられてるな。この肉片がたまに敵に見えてビビるんですよ。お、またエクステンド5万点か。1万点、2万5000点、5万点じゃねえや、10万点、25万点、50万点か。今避ける必要なかったな。だんだんあれですね、左右が見えなくなってきてるのが自分でわかる。くそっ、息が。あれ人がいたと思ったけど追いやられたか今。50万点は超えたけど、せっかくだからアワー10に到達したい。あっと、ちょっと危ねえ。待って、あ、くそ、まあいいや。あ、戻ってきた。そして息が危ない。あー、到達した。よしよしよし。こっから完全に未知の領域だ。敵は、敵の周囲は増えたりはしなさそうだけど、ここのタイミングで増えるとかあったら、すごいな。っていうか、じゃあもっと先に進まなきゃってなるな。危ない。来ない。あう。来た来た来た。いや、嘘。めっちゃ油断した。クラゲに当たったか今。人が来るのも危ねえ。人が食う感覚も長くなったし、魚の
数も増えてるし、来ないなあ。結構追いやられてるっぽいな。なんか追いやられてる音がするんですよね。この配信の音に乗ってるかどうかわかんないですが、なんかゼルダの伝説のボス倒す時の音みたいなのがブオーンっていうのが、待って、今の追いかけない方がいいよね、多分。来てるんだけど、魚がこれぐらいの深さにはこいつがいるみたいなのもあれかな、ちゃんと考えられてんのかな。少なくともクラゲは海底近くにしかいないしな。でサメはそれよりちょっと上のあたりによくいるし、よし、これ一応人の姿が、あやべ駅だ、うわっと危ない、人の姿があと1個で最大なんですよね。だからアワ12がかすめ取って危ない、アワー12が一応最大値なのかな、人を助ける人数という意味では。だとしたらそこまでは行きたいな。一応エクステンドの可能性はあるので、エクステンドの可能性はあるので、なるべくスコアは稼ぐようにして、ただ危ない橋を渡らないようにって思うんですけど、だいたい無意識のうちに危ない橋を渡るんですよね、こういうゲームをやってると私は。人来ないなぁ。来たけど危ないなぁ。いや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 、あれ食われた今の人。めっちゃ治安悪かったな。くそ。そろそろもう一回ぐらいエクステンドくれない？ちょっと不安なんだよな。次なんだ、100万点かな。危ない危ない危ない。エクステンドちょうだい。金なら払うから。
まあ完全にハイスコアなんでそれはいいですけど、はい、ということで、ここで終わりにしたいと思います。アトランティッククライシスというゲームでした。やべ、親指がすげえいてはい、では、お付き合いいただきありがとうございました。ゆうかさんも来ていらっしゃってありがとうございました。では終了いたします。